エヴァルト・デメールは、ベルギーのチェンバロ奏者、音楽学者、指揮者。ブルッヘの生まれ、アントウェルペン王立音楽院にてヨスファン・インマゼールのクラスに学んで音楽理論やチェンバロ奏法などを習得し、1997年に音楽学の修士号を取得。2002年からインマゼールの公認として、母校アントウェルペン音楽院の教授となった。 2007年から自らバッハコンェントスを結成して、指揮活動も行うようになった。2009年には、アントウェルペン大学及びアントウェルペン王立音楽院から博士号を授与されている。 ロケット、フロビー、レキシコンブラムサコンポニサンゲボレンナ1800、ルーラータブックス、P228、ISBN9 兆7890億8679万906、オクルク2億3294万1460、エヴァルトデメールディスコグスハット、BACH-CANTATAS.com ハット、エボルドデモエール。 2017年10月10日時点のオリジナルよりアーカイブ2017年10月10日閲覧ありがとうございます。